パ、おはようございます。パテモス協会でございます。はい、というわけで休み2日目なんですけど、今日はバゲット、はい、釜焼きパスコ、中に生ハムとマヨとマスタードにしてます。あ、ジュース持ってくの忘れた。よいしょ。雪降ってるか、もう雪止んでるけど軽く積もってるんですよね。皆さんとこどうですか？関西多分若干積もってると思いますよ。まあ、場所にもよると思うけど、ああ生ハム落ちた。椅子の上でセーフやけど。野菜ジュースです。ゴミ捨ていかんなんのに、もう嫌だわ、車出すのこんな日に。ガソリンも入れに行かなあかんしさ。いただきます。うまっ。あ、スリッパや。皆さんスリッパってどうしてます？それは買ってると思うけど、私は100均の食べながら喋るとね、口から飛ぶよ。見つかったわ。掃除機かけたいんけどね、向こう側はかけられてへんけど、今日水替えしてたんで、水替えとか掃除してたんで、うん、もう9時半やん。7時半からやってるんですよ。2時間かかったから水替えまでしてないのに。でスリッパを私は100均で買うんです。でいつも5つぐらい買うんですよ。まあ来客用も兼ねてやから、でここ5つぐらい買っとくとね、5足ね買っとくと、大体2ヶ月ちょっとぐらいなくなるんですよ、私の場合。大体2週間か3週間で捨てるんです。新しいの、そっちの方が気持ちいいんですよね。3週間なかなかないかな。水替えとか、水回りのこと、水槽とかしてると、ね、やっぱ下がちょっと濡れたりするんですよ、どうしても。まあ、うまいことやる人はならないと思うけど、俺は絶対ちょっとこぼすから。スリッパの底濡れてくるとね、もうダメなんですよ。あとお風呂上がりすぐ履いたりとかするとね、今大体2週間かな、2週間か3週間で捨てるんですよ。で、うちの場合ゴミ捨ては2週間か、まあ、1週間に1回とかなんか、やっぱり2週間ぐらい経ってるかな、その時にゴミ捨ての時にいつも捨ててる、それで気持ちいいスリッパを履くっていうね、そういう感じのね、スリッパ生活してます。はい。さて、じゃあ、いきますか。コメント返しじゃなくて、ニュースな、まずな。まあ、こんな動画、大したね、需要ないと思うんで、適当にやらせてもらいます。まあ、全部の動画適当ですけど、私の場合は。猫ひろし、東京マラソン走れず、どういうこと？この人、ベトナムかどっか行ってたんでしょうか？カンボジアか。あ、また国、あれか、カンボジア人ね、この人。カンボジア国籍。オリンピック出るためだけに行ったよな。確かそうじゃなかったっけ？東京マラソンを主催する財団は17日、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、3月1日のレースは一般ランナー抜きで実施すると発表。カンボジア国籍の猫ひろし、外国人準エントリー枠の私も
今回の東京マラソンも走れず、でも落ち込んでもうしょうがない、良い調子で練習をこなしているから次の大会早く見つけてそこで自己ベスト更新する、やってやるやってやるってにゃー。まあそうか、うん、どうでもええな猫ひろしとしては大きいかもしれない、どうでもええわそうか、うん、なんかそんな今日の目玉ニュースってなんねやろな。いや、警官をがぶり飼い主書類送検。え、そんなこと。岐阜県でアルバイト男性69歳が飼育している犬が警察官に噛みつき怪我をさせたとして県警課務所は男性を重過失傷害の疑いで書類送検やって。そうなんや、犬に噛まれた。男性が、オスのシェパード4歳を散歩させていたところ、交通監視中の男性巡査を2人に噛みつき、腕に10日の怪我を負わせたと。この犬は体重34キロで、過去にも歩行者や、自転車の通行に飛びかかって噛みつき怪我をさせたことがあった。まあそうかも、言ったら何回もやってんやな口はつけるように指導されて、この人はつけてなかったという。っていうかさ、こっそり隠れてね、ネズミ取りなんかしてから、そんなことなんだよ、堂々と立ってやれ警察。小遣い稼ぎでやってんのはわかるけど、警察官がこっそり隠れてやる方が人はスピード出しますからね。全然話しかけない。警察官が交差点ごとに一人でも立ってれば、その瞬間はみんな見えてっからスピード落とすんですよね。隠れてるからスピード出すんだろ。どっちなんですか、安全運転させたいんですか、危険運転させて捕まえたいんですか、どっちですか警察官。わかるよね、まあ小遣い稼ぎが効かないけど、さて、医者が考える受けるべきではない検査、バリウム検査意味ないって聞いたけどな。健康診断を会社に義務付けられ、人間ドックも定期的に受けると言われ、保険会社の CM に不満をかきたてられ、人生100年長生きしたいならまず検査と何かとプレッシャーがかかる現代社会。しかしこの検査は本当に必要なのか、今各メディアが取り上げている問題を医師たちに直撃すると意外な実態が語られた。医師が考え受けるべきではない検査とは何なのか、そのヒットが胃がんのバリウム検査だ。その理由は東京スカイツリー駅前内科の金子俊幸医師はこう解説する。日本以外では実施されていないがん検診の典型、内視鏡の方が精度安全性において優れているので必要ありません。あ、俺も胃カメラ飲んでし大丈夫やな進行がんの見落としも多く、体内環境をかき乱すので他の病気を誘発する恐れもあるそうですよ。俺もバリウムはね、意味ないと思ってた、やらなくていいやんと思って、胃カメラ飲むやったと思ってたんけど、続いて、全身がん細胞の有無を検出する PET 検査は6割以上の医師が不要と判定。へぇ、そうなん、あ、そうか、あのバリウムすると放射、もう一回レントゲン取るから放射線を浴びることで検査によって生じる二次がんの発生リスクが高まるって書いてあるわ。その上、海外では批判する論文が出ているほどらしいですよ、バリウムはね。で、ペットね、米国医学会でもがんの発見率は 1% 前後と極端に低いことで、そんな見つからへんのペットって健康な人は控えるべきとしている。で、ペットってそんなに見つからへんの、ペットが一番見つかんやもんね、そうでもないんや。
まだがん患者以外も陽性となる偽陽性を示すことが多いので、過剰医療につながる恐れもあります、ありますって。まあ、どこまでほんまなんかわからんけど、まあ、ペットも6割以上言うてるというデータ、どこまでほんまかわからんけどね、うん、こういう内容も。第3位は直腸指針、アナルに指突っ込むやつね。昔よくあのテレビ番組 の健康診断の番組とかでちょっと笑いのネタのとこやったね、これね。約150センチもある大腸の状態をたった10センチ程度の人差し指でどうやって診断するのかは問題なしで安心しきっていると逆に危険です。そらせやな。まあだからイボ G ぐらいに分かるんじゃない、 G ぐらい、うん。まあ、あとは肛門近辺ね、うん、銀紙ためように気をつけな最後、うん。さらにボイマジで俺やってるやつやん。やはり5割近くの医師が必要ないと答えた腫瘍マーカーは本来術後の経過観察に利用する検査と、そうだ、腫瘍マーカーやらんでええの、そうなの。血液を調べるだけと手軽ですが、偽陽性を示す確率も高いのでがん検診としての有効性は低い、うん。同様に血液一滴でがん確率を判定するアミノ酸検診も全く意味がありませんって。将来がんになる可能確率 20% 曖昧なことを言われ無駄に不安を煽られるだけです。また今では日常的に行われている CT 検査、 MRI 検査だが、検査機器が高額であるがゆえに導入した医療機関はどうしても利益優先で検査を増やしがちと言っていると、うん。ああそうか、採算合わすためにな、うん。例えば CT、MRI を使う脳ドック、小さな脳動脈瘤が見つかったばかりに頭の中に時限爆弾を抱えていると医者から告げられ、手術に踏み切る患者が少なくありません。マジかよ、うん、そうなんよ。しかし手術を受けた患者と断った患者の5年後10年後を追った追跡調査では、手術を受けた患者の方が不利益を生じる率が高い。マジかよ、怖っ。だけど受けへんとは言わへんよな、医者に手術しといた方がいいです言われたらな。これは手術することで脳卒中や不整脈を誘発したり、血管が破れて後遺症が残ったり、場合によっては死に至るなど健康を損なうリスクが高まったということです、ね。どうしたらいいんだよ、じゃあ。やってるぞ俺。CT、MRI。CT もやってんな。MRI もやってる。脳、あの、腫瘍マーカーもやってるわ。ランキングに入ってないが、胸部 X 線も意味がないと指摘する。もともと結核患者を見つけるための検査検診事業が厚労省や自治体の天下り先となっているので、へー、 X 線で肺が見つかるというフィクションを生み出すこと、肺が見つからへんや、痰とかのやつやね確かね、それ言われるわ、うん、お医者さんで検査どうします、痰のやつみたいな、うん。今も続けております。しかし精度があまりに低く、肺がんのリスクを考慮するのであればより精度の高い低線量 CT を5年に1回受ければ十分です。電話かけてくるの出ませんよ、今日は休みの日があったかもしれない、電話出ないんです。受けるべきではない検査、調査概要、30歳以上の現役医師200人に質問回答を得た、はい。というわけで200人中1位はバリウム計算、126人が意味ないと、2位はペット、これも122人、はい。直腸
指針は97人、まあ5割以下ですね。腫瘍マーカーも95人、5割以下。MRI は84人。うん、慢性頭痛での MRI 検査は過剰医療と指摘されてビジネス要素が強いって書いてあるね。うん、まあ、だから頭痛いと取りたがるよな、それはな、金取りたいし。一方、9割近くの医師が受けるべきと回答した。こっちが大事ですよね。うん、血液検査だそうです。止まりました。あの血液検査だそうでございます。受けるべき審査、これはできる検査ね、絶対やった方がいいと。心筋梗塞を誘発する糖尿病や脳卒中のリスクを高めるコレステロール値の異常は血液検査からの判断ができる。がんは気になるなら内視鏡を使って直接チェック。これが心因上位を占める三大疾病の予防としては最も手軽で有効です。ということは胃カメラ飲んで血液検査しとけばまあ大体わかんじゃねえのっていうことですかね。その内視鏡も8割以上の医師が推奨。胃がんと大腸がんを防げるがんと金子医師は言うと。胃がん、大腸がんの早期発見を叶えるのは今のところ内視鏡検査しかありません。40歳以上なら胃カメラは3年に1度、大腸カメラは5年に1度を目安にいたしましょう。私も毎年胃カメラ飲んでますね。大腸やってないな。アナル症状取られるかな。ボールペンは刺されたことあるんだけどな。続いて最初に優しく体にも優しい超音波検査を7割以上を、医師が勧める。あのエコーですね、あの肝脂肪とか分かるじゃないかな。うん、まずはペットや CT、胸部 X 線などの放射線を使った検査と違って被曝のリスクがない上、腎臓、膵臓、肝臓などさまざまな臓器をチェックできるので非常に万能な検査といえます。はい、そしてあれどこまで行った。血液検査が1位でしょ。んで2位が内視鏡、3位が、エコーで、4位がピロリ菌。はい、胃炎や胃潰瘍を引き起こし胃がんに深く関わる細菌だと。胃がんの原因のほとんどはピロリ菌による慢性炎症。除菌するには抗生剤を飲むだけなので検査して損はありませんと。私ね、一昨年胃を逆流性食道炎となんかバレット食道とかいろいろ胃炎、あの絵付き症なんですけど、あのだから飯食ったとってのはいつもそれなんですけどね、胃が動き出したりとか、そのなんかの加減でなんだけど、ピロリ菌いそうなんで検査しときませんかって言われて、俺ねもっと前のね、あの人間ドックでピロリ菌やったような気がするんですよ。そこの病院じゃないところで、いや、なんかやったような気がするんですけど、大丈夫やったような気がするんですけど、あそうですか、じゃあやめときますかって言われて、じゃあ一応やっときますって言ったらね、案の定いませんでした。ピロリ菌いませんでしたよ。うん、まあ、だけどやっといたに越したことないよね。なたかないもんね。はい、まあ、というわけで、受けるべき検査の1位は血液検査。はい、これは絶対やってください。血液中のコレステロール、血糖値、尿酸値などが分かるので生活習慣病を見抜くのに有効と。第2位は大腸の内視鏡検査。はい、胃、大腸がん。胃と大腸が内視鏡検査、早期発見には内視鏡検査を、これは医療界でも常識になりつつある。40年受診してもいいと。第2位はエコー、これやってますね、私はね。今のところ全部やってるか。血液検査もちろん毎年やってる。大腸はやってないけど、胃 のカメラはやってる。3位の、エコーもやってますね。医療行為による体のダメージが少ないエコー、いろんな情報を得られるので毎年受けた方がいいと。で第4位はピロリ菌。胃がん患者のほとんどはピロリ菌に感染しているそうですよ。また感染していた高齢者、ピロリ菌の除菌は胃がんの発生予防につながりますと。はい、というわけで第5位が肝炎ウイルス検査。あそうね、肝硬変や肝臓がんに誘発する肝炎ウイルスは自覚なしに感染している可能性があります。一度受けましょうって書いてますね。私多分これ受けてると思うね。やったと思うね。はい、というわけで、まあ、200人お医者様200人に聞きました。100人で200人聞きましたでございました。受けてない人受けた方がいいですよ。特に40代やった方がいいと思いますよ。うん、脳ドックも一応やった方がいいと思うけどね。どんな状況か。というわけでね、コメントの方をちょっと見ていきますかね。
ゲームキャラクターさえセックスしてるのにこの男は「てんてんてん」って書いてますけど、俺がセックスしてないと思ってんのお前まあ別にいいけど、うん、飲みすぎた翌日も普通に晩酌するんですね。いやこの時はそんなにねひどくなかったんで大丈夫でした。お好み焼きは家で作るのが美味しい、うん、ですね。俺もそう思う。キューパーご飯飲みすぎですね。確かにね。ちょっともう皆さんを読むわけになかなかいかないんで、なかなかコメント拾ってもらえないって、全然コメント拾ってもらえないって書いてみましたけど、そういうコメントも書いたら拾ってもらうっていうのはやめて一応もう拾わないよそれ普通に書いてたらそういう字拾いますから、うん、書いてもらってたらね、うん、私もパテさんのように中身はわからないですが生きてみたいですね。好きに生きてるだけですよ愚痴と酒これでいきましょうパテさん。いやまあたまにはね、うん、プロポーズの話で吹いて鼻からワイン出てる、そうです、ゲームの話でした猫、うん、ちゃんを最後乗っけてたからね、うん、これほんまなんかな、ドラッグ売ってるやつは捕まりません、なぜなら警察とつながっているからです、だから更生施設も中途半端にするのです、本当に更生されたら商売になりませんから、ドラッグの売り上げの一部は警察 OB に渡ってますから、そうなんや、それが本当だったらなかなかの腐った国ですね、まあだけどそういうのもあるでしょうね。うん、少々はね、まあ、裏でつながってるいうことはね。息子さんが今ハマっているのは仕事の休みの日には全国の地図を見ながら国道で車でどこでも行ってしまうのです。音楽はエルビス・プレスリーにハマります。プレスリー結構かっこいいよ。うん、19歳です。いや全然音楽はね世代関係ないと思いますよ。全然。うん、そういう古いの聞こうが今の時の若いもん。ね、気候は別にそんなはね好みですんでね、うん、私もだって高校の時70年代のロック聴いてましたからね、うん、うちのおかんは自由人なの、うちのおかんはまあまあ自由人なんちゃうかな、うん、基本的にだけど男の子ならおかんの言うことを聞いてたりとかさ、おかんの言いなりになってるだけはダメですよ、やっぱ反発して好きなようにしないと、うん、いいんだと思います、いいように育ってるじゃないですかね、うん、全然いいと思いますよ、そのまま進めてください。私も何個待ってもなく車で出かけることはよくしてましたよ。 PC のスペック教えてください、まあマニアチャンネルで言うかもしれませんけど、ここではあんまし言わないから、まあ、軽くは言うかもしれんけどね、うん、詳しくはやるとしたらマニアチャンネルでやります、その辺はね。はい、セブンのがまだ冷凍では安くて美味しいですよ。お好み焼きかな。でも人が焼き入れて熱込めた方には勝てませんね。やはりそうですよね。ダメだ、ほんとこの、もう YouTube スタジオってなんでこんなにゴミなんだろう。使いにくいわ、バグるわ。よし、従来のバージョンに戻したった。こっちの方がいい。うんうん。さて、ゴミ捨ても行かなあかんからな。結構やってんじゃねえ今回ね。お医者さんものが長かったから、また一緒に出かけるんだったら一緒に飲みたいです、ぜひぜひ。うん、あ、以前パテ氏がやっていたたこ焼き粉にちょっといろいろ足して鉄板で巨大たこ焼き作ってた、初めて食べました。感想書いてないし微妙やったんかな、食べたっていうだけかなうん、野菜のグリーンピースは好きです、環境ビジネス集団のグリーンピースは嫌いです、俺でも嫌いです、シーシェパードとか嫌いですわ、うん、ホットプレートめちゃくちゃ欲しいけど油の飛び散りが気になって我慢します。欲しいな、逆に考えましょうよ、飛び散るから掃除すると思ったらまめに掃除できるやん、つこたら綺麗に掃除できるやん、うん、あ、これかなかなか、ペヤング超大盛りギガマックスを食べ終わった後の容器は豆苗の2回目の栽培するときに最適です、さすが、うん、こういう有用な情報はいいです、うん、
有用ですね。なかなか有用な情報ありがとうございます。ホットプレート重宝するね、うん、めちゃめちゃ重宝します。そして人を好きになるってなんだか不思議なことだ。パテッチが言う、性癖の部分は分かる気がする。快感的なことはずっと忘れないだろうから、そうエクスタシーを覚えたらね、またそれしたいと思うやん。自動ポルノのやつとかさ、ドラッグのやつらなんてさ、絶対そんなんでな、いや抜けられへんと思うよ。誰かに監視してもらってないと一緒やと思うけどね。美味しく召し上がってお腹が空きました。韓国でも時々見ています。翻訳機を使って送ったのが正確かどうか分かりません。ありがとうございます。ありがとうございます。ハンバップさん大丈夫です。伝わってます。そんだけいければ問題なしです。翻訳機優秀ですね。まあこれが俺が伝わったか分からんけど。初めて見たので分かりませんが、何をされている方ですか。 YouTuber です。キグヤ、私も昨日そのチーズラーメン食べ、マジかよ。そうか、偶然やね。そんな人もなかなかいるんやね。自分も去る者は追わず、今まで浮気されたら綺麗に別れてきましたね。反対に自分もまだ無やんな人妻と付き合ったこともあるので許せるのかもしれません。そうか。私はちゃんと否認して絶対バレないようにするならいいでしょって思う。そうなんや。けどチビがよぎるからできひんや。できひんやな。浮気してる人妻も多いからな、本当に。しかもほぼ職場恋愛なんや。そうなんや。職場なんて一番めんどくさいや。毎日顔合わさなあかんし。俺は嫌だな、職場なんて。全然関係ないところがいいね。あとはですね、まあ、マスクがないって書いてる人もいるし、9999飲んだよ。飲みましたよ。心地のくだり最高ですわ。ナイスですね。ありがとうございます。あと何があったかな。私はレンチンした冷凍エビピラフのを皿に乗せてフライパンで半熟に卵を焼いてピラフに乗せて、お手軽のオムライスをよく作ってたな。今度石焼き風ビビンバチャーハンを作ってみますね。これやってみて、美味しいよ。ピラフとかでもいいんかもしれんけどね。服っていつもどこで買いますか。ネットか。ネットで買うこともほとんどないかな。だいたいセカンドストリート。セカンドストリートですよ。私は別に新品の服に興味そんなないんで、まあ欲しいまた新品でそれは買うけども、基本的にセカンドストリートで十分ですね。まあこんなもんかね。しときましょうか。はい、まあ、というわけで今日は長々と30分ぐらいやったから、もしかしたら近くやったかもしれませんけど、一回途中で途切れてるんで、ね、私はこの後ちょっとこの部屋掃除してゴミまとめてゴミ捨てしてガソリン入れてスリッパ買って帰ってきます。あとはタバスコと俺何が足りひんっつったっけ、タバスコ、ごま油、ホイデ、黒胡椒ね、はい、買って帰ってきたと思います。というわけでごちそうさまでした。サプリメント飲んどかないとね。サプリメント飲むためにやってるんだよこれは。なんかそれをもう忘れるぐらいダラダラ喋ってしまうから、下手したら晩酌動画で長なっていくかもしれないね。この休みの日やと、仕事の日やとケツが決まっていくからさ、行かなきゃしゃあないからさ、切り上げるけど、今日みたいにさ別にそこまで焦って、これなくなってる、これもせよ、ケツが迫ってない、まけに雪降ってしさ、出かける気もあんまないような時はダラダラしちゃうね。本当にもう困っちゃう。ゲームしよう。今日も13騎兵なんだっけ、13騎兵なんとかだ、はい、防衛権ね。
かなと思います。はい、飲みました。というわけで行ってきたいと思います。皆様はお仕事頑張ってください。多分これは公開お昼ぐらいになるかもしれませんね。では行ってきます。